大谷翔平に代表されるようにプロ野球界で活躍する選手はアマチュア時代に輝かしい成績を記録しプロ入り、早い選手はルーキーイヤーから大活躍します。しかし今回取り上げる選手たちは首寸前の崖っぷちから這い上がり輝かしい成績を残した選手たちです。ちょっと一癖あるサクセスストーリーを振り返りましょう。江夏2世から首位打者、赤ゴジラ島重信。赤ゴジラの愛称で親しまれた島重信選手は投手から野手へ転向した選手。島選手は東北高校時代、荒削りながら最速140キロ超えの球威あるストレートを投げ込む選手としてプロも注目する存在でした。打つ方も高校通算28本塁打とまさに二刀流の活躍。当時では史上初めて高校生として現在の侍ジャパンに選出された経験の持ち主です。国際大会では当時無敵を誇ったキューバ代表の主軸から三振を奪うなどしてドラフト前の評価はうなぎ登りの状態でした。1994年のドラフトで広島東洋カープから2位指名を受け投手として入団。背番号は同じ左腕でカープ黄金期を支えた川口和久選手がつけていた34番を受け継ぎます。左腕エース候補として入団した島選手ですが、不運なことに入団1年目で肘の軟骨を手術。手術後は最高球速が140キロ出るか出ないかくらいまで落ちてしまいます。高校時代のキューバ戦では150キロ近い球速を計測していましたが、手術により10キロ近く球速を落としてしまいます。しかし島選手はこの怪我にめげることなく練習を続け、球速も戻り始めたプロ入り4年目の1998年に投手を諦めるきっかけとなる登板が訪れます。キャンプでは主力相手の紅白戦で好投を見せ、開幕1軍も視野に入った3月のオープン戦、ヤクルトスワローズを相手に先発を任された島選手。試合前は当時監督の達川光雄氏が報道陣に対して、江夏2世が投げるから見ておいてくれとのリップサービスがありました。この試合、島選手の投げた初球は相手の先頭バッター飯田選手の頭部に直撃。危険球が宣告され、島選手は1球のみの登板で危険球退場となりました。肘の手術により最も大きな影響を受けたのは球速と考えられていましたが、島選手曰く手術後から細かいコントロールに不安を抱えており、緊張もあったこの試合で悪い面が出てしまったと語ります。この試合後、カープ首脳陣は島選手を外野手として育成する方針を固めます。もともと高校時代に28本塁打を記録しており、初先発時にも2点タイムリーを放つなど、プロに入ってからの打撃も高く評価されていました。ここから外野手に転向した島選手のサクセスストーリーが始まるかと思いますが、まさかの首宣告が待っています。崖っぷちから這い上がるのではなく、島選手は首になります。いきさつとしては、外野手としてプロでの生き残りをかけた島選手は当時打撃コーチであった内田純三氏と二人三脚で猛練習を行います。しかし当時のカープ一軍外野手の布陣は前田智則選手、尾形浩一選手、金本智明選手と名球会選手2名に、その後の3連覇監督とまさに黄金の布陣でした。この3人に付け入る隙のない島選手は球団から首を言い渡され、一時はトライアウトの準備をしていました。そこに助け舟を出したのは内田氏でした。島選手の打撃に惚れ込んでいた内田氏は球団に掛け合い、首から一転来季の契約を結ぶことになります。すると翌年の2004年、金本選手は阪神へ FA 移籍。他の外野手陣も怪我や疲労で出遅れている中、島選手は一気にレギュラーの座をつかみます。内田氏と二人三脚で作り上げたバッティングが爆発し、レギュラーに定着したこの年、189安打、打率は3割3分7厘と首位打者を獲得します。前の年は首状態が嘘のような活躍。背番号を55番に変更していたことから、島選手はその後赤ゴジラの愛称で呼ばれます。入団から苦節10年目、指導者に恵まれたことに球団の移籍事情も重なった、まさに崖っぷちからの生還でした。その後も島選手は手腕な打撃を持ち味に2013年までプレーを続けます。引退後はその人柄も評価され、カープのコーチを歴任しています。2度の崖っぷちから生還、下柳剛。
晩年はそのワイルドな風貌からかけ離れた技巧派投手としてタイガースの優勝にも貢献した下柳選手。下柳選手も実は首寸前の崖っぷちに立たされたことのある選手でした。それも2度も。下柳選手は高校卒業後大学へ進学しますが、校風に馴染めず中退。その後は社会人チームでプレーしていました。この頃の下柳選手はバリバリの速球派として活躍しており、困った時には真ん中めがけて思い切り投げて抑えていたと語っています。1990年、ダイエーホークスから4位でドラフト指名を受け入団。1年目の1991年、初登板を果たしますが、終わってみれば登板したのはその1試合のみ。翌1992年は1軍登板なしに終わります。社会人から入団した投手が2年で1試合のみの登板。翌3年目の1993年、結果を出さなければ戦力外もありえる状況でした。しかし当時のホークスの投手事情は非常に厳しいものがあり、高年齢化、左腕不足の状態。投手コーチの権藤博史氏は、なんとか下柳選手を戦力化できないかと考えていました。球威はあるが制球力に難のある下柳選手へ、権藤氏は徹底した投げ込み指令を出します。そのおかげか3年目の首を回避することができ、この年は50試合に登板。試合前の投げ込みもありながら、中継ぎで50試合も登板するタフネスぶりを見せつけました。崖っぷちから生還した下柳選手はその後日本ハムファイターズに移籍し、ここでも中継ぎとして大車輪の活躍を見せていました。しかし長年の登板肩の影響か、2000年を超えたあたりから球威が一気に落ちてしまいます。2001年には121回を投げて、打たれた本塁打は24本と、球威でねじ伏せる投球ができなくなっていることがわかります。次の年も春先から調子が上がらず、防御率も5点台を推移。下柳選手もこのままでは来年の契約が危ういと思っていた矢先、当時の投手コーチ浅野圭司氏からこう告げられます。下、お前に2試合やる。もうトレード要員かクビかどちらかは決まっている。ここまではっきり言うコーチもすごいのですが、ここで下柳選手は今までと同じ速球に頼るスタイルを封印して、カーブやツーシームを使った投球を披露します。この崖っぷちの2試合で下柳選手は2勝を挙げる活躍。首を免れた上に阪神タイガースへと移籍します。タイガースに移籍後はファイターズのラスト2試合で掴んだ南東派スタイルにチェンジします。打者の手元で小さく変化させる球を武器に、移籍初年度から2桁勝利を挙げます。その後もコンスタントに勝ち星を重ね、2005年は最多勝投手に輝き、チームの優勝にも貢献します。2度にわたる首寸前の崖っぷちから優勝と最多勝投手の栄誉に輝いた下柳選手、投球スタイルのチェンジが最高の結果を生んだケースです。監督キラーで大復活、桑原健太郎。指導者に恵まれて崖っぷちから生還する選手もいますが、監督の記憶が選手を蘇らせることもありました。桑原選手は2007年ドラフトで横浜ベイスターズから3巡目で指名を受け、プロ生活をスタートします。入団直後から中継ぎとして起用されることが多く、試合数こそ少ないですが、入団2年目の2009年には防御率1点台を記録する将来を嘱望された選手でした。しかし2010年、オリックスへのトレード以降は成績が伸び悩み、1年の大半を2軍で過ごす日々が続きます。中継ぎとして結果の出ない桑原選手は、首脳陣に先発転向を直訴したこともあったそうです。オリックス在籍時の1軍登板数は4年間で22試合。翌年の首を覚悟し始めた2014年、桑原選手のもとへトレードの話が舞い込みます。タイガースの白仁田選手と1対1でのトレード。先発補強を図りたいバッファローズと中継ぎ陣に1枚変則的な投手を望んでいた両チームの思惑が一致します。桑原選手はこのトレードをきっかけに崖っぷちから生還と言いたいところですが、タイガースに入団しても相変わらず成績は低空飛行のまま。タイガース2年目の2016年はプロ入り以来初めて1軍登板なしに終わります。タイガースで何もできず首を覚悟した桑原選手ですが、あることがきっかけで翌2017年に大ブレイクを果たします。きっかけはこの年のオフ、監督に就任した金本監督の一言。横浜時代の桑原選手と対戦経験があり、左打者の懐に鋭く切れ込む球を覚えていたのです。
しかし、ここまで目立った成績を上げていなかった桑原選手のことをなぜ金本監督は記憶していたのでしょうか。両者の対戦があったのは2008年の8月。桑原選手はタイガース戦でキャリア唯一の完封を記録した試合。さらにこの時金本監督は現役通算2000試合出場のメモリアル試合でもあり、この時の記憶が色濃く残っていたそうです。前年の成績不振を受けて全権に近い形で監督に就任したこともあり、金本監督の意見が他の首脳陣に通りやすい環境も味方しました。お前の球は打ちにくかったの言葉を息に感じて、桑原選手はオープン戦から好調を維持して開幕1軍を勝ち取ります。そこからドリス選手、マテオ選手とともに勝利の方程式の一員として大車輪の活躍を見せます。終わってみれば登板数67試合、ホールドポイント43で最優秀中継ぎ投手を獲得。前の年まで首寸前だった投手が一気にタイトル獲得と、まさに崖っぷちからの大復活を果たします。厳しい場面でも顔色一つ変えず黙々と投げる姿や、登板後のケア、練習姿勢などは若手のお手本になりました。金本監督からは、無理を聞いてくれた桑原選手には年俸の大幅アップをお願いしますと球団に要請が来るほどでした。翌年にも62試合を投げて安定した成績を残しますが、その後も怪我もあり2021年に引退。崖っぷちの状態から監督との出会いで一花咲かせた選手として、タイガースファンの間でも記憶に残る選手です。干された監督を見返して昇天、杉本裕太郎。ラオウの愛称で親しまれている杉本選手、2021年は30歳にしてレギュラーをつかみ、本塁打王を獲得するなどブレイクの年になりました。社会人を経てドラフト10位でオリックスバッファローズへ入団した杉本選手、入団時の年齢は25歳とやや高年齢の入団になります。プロ入り時の年齢が25歳であることに加えて、ドラフト順位も10位、球団首脳陣の評価は活躍したら儲け者程度だったそうです。杉本選手は入団1年目の6月に先発として1軍デビューを果たしますが、その年の起用はこの1試合のみ。翌日からは2軍へ即降格と、持ち前の長打力を発揮するシーンはありませんでした。翌年は9月に1軍昇格を果たし、先発出場した試合で初本塁打を記録。そのまま1軍へ定着するかと思いましたが、次の試合で無安打に終わると、また即2軍へと降格になります。杉本選手はこの時の自分の打撃について、自分は荒削りなバッターで三振とか荒い打撃が多かった、自分が監督の立場になったとしてもそういう選手は使いづらい、長打力が持ち味の杉本選手ですが、当時の福良監督は投手を軸とした守り勝つ野球を掲げており、進塁打が打てないなど確実性に欠ける杉本選手の起用に難色を示していました。この起用方法は翌2018年も続いており、春季キャンプこそ1軍で迎えますが、ランナーの際にボーンヘッドがあり2軍へ降格。再び1軍に昇格したのは7月でした。1軍登録後、出場した2試合でいずれも満塁ホームランを記録するなど持ち前の長打力を見せつけますが、この年も1軍での出場は7試合にとどまります。2019年にバッファローズは福良監督の辞任を受け、西村監督が誕生します。杉本選手にとって不運だったのは、後任の西村監督も守りの野球をチームのスローガンとして掲げます。この頃から杉本選手は秋になると、戦力外通告の時期になると、今まではずっと球団からの電話を気にしてました。何年か前に戦力外のタイミングで非通知の電話がかかってきた時はすごいびっくりしました。3年目当時の杉本選手の年齢は28歳、入団から目立った成績は残せず、監督との起用方針も反りが合わない状態。首が頭をよぎるのも仕方ありません。転機は2年の後の夏に訪れます。成績不振を理由に2020年シーズン限りで西村監督が辞任することが決まったのです。1軍でのチャンスがない中でも、杉本選手は確実性を上げるための練習を2軍でひたすらに続けており、逆方向に強い打球が出だしたことを実感していました。さらに練習姿勢と確実性が増した杉本選手の打撃を評価していた中島2軍監督の昇格が決まります。中島監督からの一緒に行くぞとの声に合わせて、杉本選手は夏以降1軍へ昇格します。
2020年の成績は過去最高の41試合に出場し、打率2割6分8厘を残すなど、入団以来最高の成績を残します。そして迎えた2021年、キャンプから成績を残し続けた杉本選手は1軍の公式戦でも結果を残します。シーズン途中からは4番にも定着し、終わってみれば134試合に出場し、32本塁打を記録。本塁打王まで獲得するなど大活躍の1年になりました。オフの契約更改で年俸は一気に5倍。その席でも30歳まで見捨てずに契約をしてくれた球団への感謝を述べる姿がありました。たらればですが、2020年の監督交代が起きなければ杉本選手は確実性のない使いにくい選手として扱われていたのかもしれません。2022年シーズンは他球団からのインコース攻めにやや苦しむ姿が見られますが、不屈の精神でラオウの復活を待ちたいところです。今回は崖っぷちから生還した4名の選手を紹介させていただきました。いずれの選手も潜在能力を球団が認めていたり理解してくれている指導者がいてこその復活でしたね。現役選手の中にも崖っぷち選手はたくさんいるので、これからの巻き返しに期待しましょう。